さ。シャランキューさんと同じ事務所にいて、僕ミクスチャーバンドでベース弾いてたんですけど、彼女が二十歳でもう専門学校、美容師の専門学校卒業して就職決まって、もうその売れへんバンドとかやめてしっかりその将来に向けて働いてほしい、じゃないと付き合われへんって言われてる時に、とりあえず分かったから卒業旅行行こうやって言って、旅行中に行った車の中でかけた CD を全部今みたいに言われたっていうのを歌詞にしました。ありがとう、イエーイ。待たせたのさ、一人きり、君をただ待たせたのさ。去年の冬、君を見かけたよ。君は素敵なままになってた。
ロックンロールメディでした。イベントを個人で音楽イベントを目指してずっと頑張ってた僕とまあキミオ君の一緒の後輩が一緒に住んでたんですけど、キミオ君とその後輩と僕とルームシェアとかして大阪で住んでたんですけど、音楽イベントで大阪でやるたびに赤字出して、なんかいつも10万ぐらいその1日で瞬間的になくなって、なんかその後泣いて電話かかってきて、いつもその一緒に住んでんねんから別に呼び出さでいいのに、その居酒屋に呼び出されて夜今から来てもらっていいですかとか言って、お前どうしてんとかって、また今日も中盤赤字が出てしまいました、僕本当に音楽のイベントをやるサイトがないでしょうかとか言って、10万赤字出たらそれはないかもわからんけど、お前そのねどうやって払おうねんとかって、さてさ一緒に謝りに行ってもらっていいですかって言われて、そんな彼が大阪ミューズホールっていうライブハウスに就職できて、今はそのライブハウスのブッキングマネージャーとかをして、なんとかその本望じゃなかったかもわかんないんですけど、音楽の業界で働くことができて、でその1年後にさてさと聞くよ、さちょっと集まってもらっていいですかって、なんやねんって言ったら、僕結婚しようと思ってるんでこの部屋出て行っていいですかって言われたから、もうそれはしゃあない、ほんならもう解散しよう、もうこんなお前みたいなもんがおらんかって、俺とキミ君だけおってもしゃあないわみたいな感じで、そのトラベル楽団とワンダフルボーイズがその6本の結婚式でライブしに行ったんですけど、そのために作った曲聴いてください。まあ、みんなそういうことやろなと思って作りました、君は最高の僕の彼女さ、君は最高の僕の彼女さ、
ありがとう。